遊ーも型駆逐艦の三番艦、風雲。第十駆逐隊所属で、主に輸送任務や会場任務に従事した。この子たちは仲間の小谷ちゃん。趣味教えない。遊ーも型の風雲、母校に着任しました。みんなと仲良くやっていけたら、指揮官 変なことでも考えているのかなちょっと怪しいよ。ふぅ。あ、指揮官、小鳥ちゃんたちがびっくりしちゃったよ。一人で部屋の中でのんびり過ごすのが好き。具体的に何をするかって教えない。指揮官、 カサゴモをじっと見つめるのはなしでお願い。その、集中できなくなるから。お仕事の時間だから、カサゴモとの雑談は禁止。ど、どうしても寂しいなら、考えなくはないというか。リコーダーはこう、ピーピーって音が出るの、いい感じ。 吐いてるところを聞きたいい、今はダメよ。指揮官、何をしようとしてるの不運になるなるなる。任務がまだいっぱい残っているよ。まだサボってはダメだよ。任務完了だよ。風雲が頑張った分も。 あるかな。指揮官へのメールうん。小鳥ちゃん、持ってき。ああ、喧嘩しないの。指揮官、お疲れ様だよ。今、変な音色が聞こえてたって。た、多分、幻聴だよ。委託組が戻ってきたよ。指揮官。 出迎えを忘れないでね。風雲は、遠慮しとこうかな。指揮官、ありがとう。勝てる、よね。勝ち続けられればいいな。あ、はあ、やっぱり風雲ではね。早く終わって 海の中は、要注意。みんな、ぼっちの方が自然ね。風雲も、指揮官も。風雲とお友達になりたいう,うん。変なことを企んでいるのが分かったら、絶好だよ。変な人じゃない指揮官は、 お友達になれる。うん。風雲もお友達を作りたかったのかってそ、そんなの知らない。母校に出没する長い髪の毛の真っ白な女の子。実は指揮官の後ろに、あんまり気にしない そ、そっか。うーん。ちょっとびっくりさせて、話題を作ろうと思ったのにな。指揮官と一緒にいるのは、グ雲、楽しい。うん。指揮官は一番のお友達だよ。だから。へへへ、風雲と一緒にいて、ね。えっと。 カザグモと永遠に離れないことを誓って。まずは指揮官の番、それからカザグモの晩。うん。えへへへ。ありがとう。大好き。飛竜姉さん、お守りするよ。巻き並海の中は注意しなきゃ。